じゃあ、宗光さん。はい。宗光さんのクラブセッティングをちょっと教えてもらおうかなと。了解です。思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずは、ドライバーから。ドライバー。いいですか。シム。シム、マックスじゃなくシムですね。シム、9度。ソフト角は9度。うん。なるほど。シャフトは、はい。ベンタス。6X。ベンタスの 6X。6X。これを選んだ理由は、なんで選んだんですか？シム。ローリーマッチ。なるほど、なるほど。もう本当そんな感じ。ああ、なるほど。うん、PGA ツアーの、うん、選手が使ってるっていうだけ。うん、あ、でも、シャフトはいろいろこう打たせてもらって、うん、で、ベンタスブラックの 6X。うん。はなんか、割りかしいいかな。ええーうん、フィーリング合ってたんですね。うん、そうね、うん。やっぱ練習場の、こう、横のネットに当たらんくなった。うん、なるほど、なるほど。やっぱ曲がり幅が、ちょっと抑えられてるかな。確率は下がった、うん。大体どれくらいですか？ドライバーでキャリー、どれくらい見てます？ 280 ぐらいから300ぐらい。うんうん、なるほど、そうですよね。うん、それがこれ変えたばっかり。あ、そうなんですね。うん、今まで、うん。前が黒影？黒影の XD。へぇ。のこれ 70g 70x を使ってたんですね、うん、で今は 60g に若干軽くして、硬くしてみたいな、うん、これも45インチ。でも元々は 44.5 使えた。短いっすね。そうで、これちょっと挑戦してみて、45にしてみて、うん、飛距離どうですか？スイングスピードとか球の飛距離とかって変わります？やっぱ飛距離上がったかも。 0.5 インチで、うんうんうん、曲がり幅とかどうなんですか？ああ、帯なるね、やっぱり。それはもう俺の腕かな。なるほど。やっぱでも若干やっぱ、飛びはいいかな、みたいな。当たった時の最大、うん、飛距離が変わった、うん。なるほど。今日多分すごかったもんね。うん、飛びすぎ。飛びすぎだってね。飛びすぎ、マジで、うん。飛びすぎってぐらい飛ぶドライバーが、まあ、この。変わりました、うん。うん。今はとりあえずベンタス、ブラック。ベンタス使ってるの、60X ですね、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ次はウッド系、いいですか？フェアウェイウッドは、はい、もうスプーンとクリック、うん、クリックですね、うん、はい。こちらもこれはシム。こちらもシム。シム。これも憧れで買ったシム。なるほど。ロフトは15スプーン、うん、でここはね、あ、そうだそうだ、ちょっとロフト立てたね。でシャフトは、シャフトはこれがなんかね、ディアマナ、ディアマナの DFTF 70の TX です。 TX、 うん、なんかもう店員さんに言われたままこれにした。マジ TX 使ってるあのアマチュアゴルファーの人初めて見たっす。ほんと、いや X はいるけど、うん、TX を初めて見た、ね、ギアの知識なくて、うん、これがいいですよって多分合ってないけど、うん、これで、うんうん、もう使い込んで。なるほど。クリークもじゃあ一緒っすか？あ、クリークはね、クリークはちょっとまた重いよね。あ、そうなんですね。19度の19度、はい、うん、でシムね、うん、これがね 80g。 うわ、80の TX、うん、うわーを使ってるんですね。そう、今日ラウンドして、うん、アウトの1ホール目、うん、これ使ったけど、やっぱもうこれが安定やね。あ、そうなんですね。狙ったとこ行く、これで昨日とかも230とかライン出しで乗せてましたもんね。確かに。飛距離はスプーンでどれぐらい見るんですか？キャリーで。スプーンは270ぐらいかな。あ、キャリーで見て。クリークはこれは250とか260とか、うん、は、まあ、フルショットしたら狙えるかなっていう感じですか、うん、マジで羨ましい。いやまっすぐ行かんけど。なるほど、ありがとうございます。次はアイアンですかね。アイアンね。じゃあ一番上は何番から出てるんですっけ？4番。ちなみにアイアンはこれはね、5P7MBテラーメイドの完全にマキロイに。え、マキロイが使ってるのと全く一緒のアイアンなんですか？確か使っとうって聞いたけどね。へぇ、P7MB。 7MB。 マスバック。あ、かっこいいっすよね。もうヘッドがめっちゃちっちゃいんですよ。僕もこれ昨日打ったけど。正直使えてない。テラペラの。え、で、シャフトは？シャフトはダイナミックゴールド。うん、X100。ツアーイシューの X100。が4番から。そう、4番から。4番で、4番から何番まで入ってるんでしたっけ？4番から、ピッチングまで。ピッチングまでですね。うん、
ッチンまで飛距離をそれぞれ教えてほしくて、4番でそうね、4番で215、うん、215ぐらい、215ぐらい、5番で昨日約205ヤードオーバーしたもんね、うん、200ちょい、まあ、200ぐらいって思って、うん、6番は6番がまたその15ヤード低いやな、185とか、7番で70はいかんぐらいなんよね、うん、あなるほど、170弱、うん、弱165はいく、うんうん、8番で150とか、そうね150ぐらい、うんうん、9番がね140ぐらいかな、あ、うん、ちょっと今日なんか詰まってるんですね距離を、140でも今日オーバーしたもんな、100、うん、ボール変えてまたちょっと、あそうなんですね、うん、でピッチングが130ぐらい、130ぐらい、うんうん、でその下が、その下がね54と60が入ってるんですね、ピッチング何度でしたっけ、47かも、47度、うん、で次が54、距離がちょっと空くんすね、そうなんよ、俺ピッチングの練習しすぎで、うん、ピッチングで結構打ち分けるって130とか、うんうん、115とか、うんうん、そうね20とかはもうピッチング、うんうん、あそうなんですね、じゃあピッチングで結構距離調節して打つんですね、うん、する、その下がウェッジがこれ何でしたっけ、テーラーメイド、これがミルドグラインド2、ミルドグラインド2、うん、バウンスが60度が10度で54度が11、うん、シャフト一緒ですね、ダイナミックゴールドの、あそうね X100 ね、 X100 ツアー一周、なるほど、うん、ちなみに54度でどれくらい飛距離は、54は110、110、まあ、100思い切り振ったら110、うん、で105くらいかな、あなるほど、うん、で60度は60度は90ヤードぐらいかな、あなるほど、じゃあ最後パター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 出た、スコッティキャメロン、もうニューポート2、うん、スペシャルセレクト系、確か19年20年ぐらいに出た、うーんめっちゃかっこいいっすね、そう俺こうなんかこれが好き、この3つの、うん、なんかこう赤く全部塗られたやつが多いけど、うん、めっちゃかっこいい、まあ、デザインもかっこいいし、うん、構えやすいし、うん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 、いいかな、なるほど、構えやすさで買ったみたいな感じ、まっすぐこう起きやすいなと思って、うんうん、めっちゃかっこいいっす、かっこいいよね、まあ、こんな感じでベスト72の、はい、ゴルファー宗光さんのクラブセッティングは更新ですね、うん、はい、こんな感じで一応、まあ、このクラブセッティングの、まあ、細かい話とか、 なんか選定した理由とか、 なんかそういう情報は宗光さんのチャンネルの方でこだわりとかを、はい、解説したクラブセッティング動画とか多分出ると思うんで、うん、そっちのチャンネルを見ていただければいいと思います。すね、概要欄にリンク貼ってますんで、熱く語ってくれるというところなんで。お願いします。はい。今日は教えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。